メラジオ第188回。今日は平成29年2月5日日曜日。時刻は午前9時半、朝です。横浜港北、空は青空ですが、雲も出てますね。薄い青空に雲。今太陽は雲の向こうなので出てはいません。もう少し街に光が欲しいところ。太陽には出てきてほしいですね。日曜日の朝ですが、街は動き始めたようです。リスナーの皆さんも今日は休日かもしれません。188回目の夢ラジオ。今回はドイツの政党、ドイツのための選択肢を取り上げます。ドイツのための選択肢。これが政党の名前と聞いたら何だいそれって、リスナーの皆さん思うかもしれませんね。まあ、変な名前なんですけど、まあ、党名は党名なんです。アルタナティーフェ・フュア・ドイツランド。だから、アルタナティーフェ・フュア・ドイツランド、AfD っていうふうに言ったりします。まあ、ドイツのための選択肢というその訳もいいんですけど、ドイツのためのもう一つの道みたいな、そんな意味にもなりますね。で、このアルタナティフ、英語ではオルタナティフです。これは主流の道とは違う道、代替のものっていう、そんな意味があります。ですから既成政党と違う道を行く政党です。こんな感じですか。そしてこの AfD ですね、ドイツのための選択肢が今がぜんドイツで注目され、また人気も出ているので、まあ、この夢ラジオでも取り上げましょう。しかも日本のメディアに全然これ出てこないでわけですから、まあ、ドイツのメディアからの情報ということでご紹介します。連邦議会というのが、まあ、日本の国会にあたるんです、ドイツでは。だからその連邦議会ではまだ議席は取っていませんが、州議会なんかでは強いですね。州議会では強いですよ。ですから、まあいずれ連邦議会でも議席を、というか今年選挙がありますから、この今年の選挙で AfD ですね、どこまで伸びるか注目といえば注目です。最初は、なんでドイツがね、ギリシャみたいな国を助けなきゃいけないのっていう、そういうとこから始まった党なんです。あ、新しいですよ。今から4年前ですね。2013年ぐらいの結党だと思います。新しい党です。ちょうど2011年とか2012年にギリシャが金融危機迎えて、連日報道されていました。ギリシャだけでなく、南欧諸国、ポルトガル、スペイン、イタリー、このような国も債務危機になるんじゃないか、金融危機を起こすんじゃないか。肩代わりするのは豊かな国、ドイツですよ。ドイツ以外に肩代わりできる国が EU にありません。ですが、まあ、ドイツ国民の中には、なんでそんな国の、ね、怠けた人たちのツケを私たちが勤勉に働いたその資金で賄わなきゃいけないの？
そこから出発したドイツのための選択肢。ですから、まあ公約の一番には、ユーロからの離脱、これを掲げていますね。そもそもユーロに入っていて統一通貨なんかやってるから、ギリシャみたいな国に付き合わされると。ユーロから離脱しようよ。これがまず第一の、政策なんです。ですから、昨年、イギリスで、ユーロから脱退しましょうと。あ、失礼しました。EU からですね。EU から脱退しましょうという決定が出たこと。そして、今年、フランスでも大統領選挙あるんですが、そこでね、EU 離脱、ユーロも離脱、これを掲げる国民戦線、これがかなりな勢いを持ちそうだ。党首のマリーヌ・ルペンが善戦しそうだ。こういったことは、今回のテーマ、AfD にとって追い風なんです。AfD、ドイツのための選択肢、EU からの離脱場ではさすがに声高に言っていませんが、さっきも言った通貨統合はダメだと。ドイツが貧しくなると。まずこれを掲げていますね。ただし、まあ、ゆくゆくは、通貨からも抜けて、統一通貨からも抜けて、そして EU からも抜けてと思っているのかもしれません。とりあえず、当初は通貨の統合から離脱しよう。当初は、フラウケ・ペトリーという女性ですね。フラウケ・ペトリーさん。ですから、ドイツのメディアで、AfD 取り上げられるとき、このペトリーが出てきます。40歳ぐらいの、まだ若い感じの女性です。で、そのメディアではね、ペトリー紹介するときには、4人のお母さんでという感じで、紹介されています。子供が4人いて、まあ、頑張ってるお母さんなんでしょうね。イギリスにも留学していて、理系の女子ですよ。化学、科学を専攻し、そういう会社も立ち上げてる、そんな経験あるようです。理系女ってやつですね。あ、ですから、イギリスの留学経験もあるので、海外からね、インタビューされるときには、英語で答えているし、もう綺麗な英語で答えてますよ。それはそういうことなんです。で、その彼女が今は党首を務めるドイツのための選択肢。このペトリーがね、例えばインタビューで、例えば党の大会で、どういうことを言っているのか、まあ、それを聞けば、まあ、およその、ね、AfD の方針もわかるでしょう。やっぱり、西ドイツと東ドイツが分かれていて、そして東ドイツっていうのが社会主義だった。こういうところから話は始まるんですね、やっぱり。彼女の話を聞いてると。投読は社会主義でしたと。そこでは自由がありませんでした。人々の、市民の暮らしは抑圧されていました。そして、その投読がなくなってね、まあ、ドイツも統一されて、それからもう、二十何年も三十年ぐらいになるんですかね。
ですが、今でもその本当の自由にはなってないと。フライハイトですね。そして抑圧もなくなってはいないと。じゃあ本当の自由がなく、になってない、達成されてないってどういうこと？例えば移民についてね、ドイツの。その移民について、その無制限な移民なんかダメだ。移民を受け入れることには慎重になった方がいい。こういう発言の自由がドイツではない。あるいは、もっとドイツの国民を第一に考えた政策を取ろうよ。ドイツ国民を第一に考えた政策を取りましょう。こう言うと、この意見は抑圧されると。これは何だと。投毒はなくなったけれど、自由達成されてない。抑圧まだある。しかも形を変えてね。ですから、この党首のペトリは、こんな言い方するんですね。社会主義の時代の抑圧より今の抑圧はずっとスマートですよと。英語のスマート使ってますね。つまり社会主義だったら、なんかね、シュタージーみたいな秘密警察がドドドとやってきて、すんごい抑圧、目に見えるものをしてましたが、今はそうじゃないんだと。けれど、世論形成という感じで、なんとなく物言えぬ雰囲気になってきている。でね、そのペトリが批判するその対象、どういう対象かと、あれどういう社会かというと、個人が人間になっちゃうと。ね、メンション、で、その人間というものが、なんか国籍もなく、アイデンティティもなく、なんか混ざり合って生きる世界、あるいは混ざり合って生きる社会、これをペトリは批判するんです。こんなんダメだと。しかも、その人間がね、国籍なく自由に動き回って、そして混ざり合う。これを例えばダイバーシティと呼んだり、ワンワールドと呼んだりしてると。こんな社会をドイツのための選択肢は望んでいない。私も嫌だと。で、どういう社会をじゃあ目指すかというと、やっぱ個人が単位、これはそうなんですよ。インディビドゥム、個人が単位、これはそうなんですが、個人が市民として生きていく社会、国民としてと言ってもいいですが、市民と言っておきましょう。ビューガーって、ドイツ語ですね。ビューガー。このビュルガーっていうドイツ語にかなり意味を込めていて、直訳すれば市民なんですが、その土地に根ざした人っていう、こういう感じがこもるんですよ、ビュルガーっていうのは。だから、ニュルンベルクとかアウグスブルクとかハンブルクとかって、ブルクっていう町の名前がありますね。なんとかブルク、レーゲンスブルクとか、ストラスブルクとか。こういう、ブルックっていうのは、その土地に根ざした、市民で、ビューガーというのは、そこに生きる人。ですから、それが、なんていうか、集まっている社会こそいい社会なんだ。
わかりやすく言えば、ドイツならドイツ人がドイツ市民として生きていく社会がいいよと。移民が多くなってどこの国かわからないような、そういう国になっていいの？っていう、そういう主張ですね。それこそフランスの国民戦線と機を一にし、歩調を合わせ。ですから、この二つの、その AfD とドイツの、で、フランスの国民戦線、FN ですね。この二つは、まあ、協力関係にあると言っていいでしょう。その、ペトリの講演聞いていても、その、マリーヌ・ルペンのことは出てきますね。確かに、排外主義、これは良くないにしても、移民を無制限に受け入れる、これも大きな社会問題を引き起こします。で、実際今ドイツでその社会問題になっているんですね。古くは高度経済成長の頃にドイツはトルコ人を受け入れたという、そういう経緯があって、でもそのトルコ人は今居ついちゃって、もう今3世ぐらいな世代になっています。で、このトルコ人とのドイツ人の共生共存に関して、まあうまくいってるというふうに言う人もいますが、今あった社会が階層化されね、トルコ人は上層部にはいけません。というより、トルコ人としてドイツで生まれたならば、トルコ語など喋らず、トルコ文化も知らず、ドイツの国民なんですが、ちょっと違うみたいな。それに今新しくね、このシリア問題が起きて、そしてシリアからの難民がドドンとこう入っているわけですね。それに対してこの AfD なんかは警鐘を鳴らすわけです。やめろと、無制限な移民の受け入れは。当然それは例えば失業をしている人、あるいはドイツ社会であまり活躍できない人、そういう人たちの支持を集めます。フランスの国民戦線といい、ドイツの AfD、ドイツのための選択肢といい、あるいは昨年のイギリスの EU 離脱といい、EU はもう解体の方向に進んでいます。私はそう見ますね。あと10年もしたらはっきりしてくるでしょう。そして世界の情勢も、まあ、良い意味でのと言っておきますか、良い意味でのナショナリズムの方へこれから動いてもいくでしょう。アメリカではトランプさんという人が大統領になりました。ワンワールドとかね、ダイバーシティとかね、あるいは国境なき世界みたいな、そういうのは、まあ、全てポストモダンの哲学から出てはきたんですが、もうこのポストモダンがダメだという評価下され、とっくの昔にね。そして世界のそれぞれの国は自分とこの主権をもう一回取り戻しましょう、そういう方へ戻りつつあります。しかもそれをバックアップする哲学が21世紀にまだない。未だ哲学はね、世界のどこ見渡してもポストモダンで止まっちゃってるわけなんです。そして現実に追いついてない。現実はこの今回の AfD もそうだし、国民戦線もそうだし、アメリカのトランプもそうですが、もう自分の主権を、自国の主権を守ろうというそっちの方に動きつつある。それをうまく説明し、次世代の展望を切り開く哲学がまだない、世界的にね。待たれるところです、それは。ドイツのための選択肢に戻りますと、さっき放送でも言いましたが、今年ドイツの選挙がありますから、そこでこのどれほど AfD が
議席伸ばすか、どういう選挙運動をするか、そしてお隣のフランスでは大統領選挙ありますから、その影響がどれぐらい出るか、これはきちっと見ておく必要があります。ドイツでも大きな政党はあるんですよ。キリスト教民主同盟みたいな。CDU って言いますね。で、その CDU と CSU が保守党、そして SPD が、社会民主党ですが、この辺がだんだんとこう、支持を失いつつあって、で、その受け皿が今日の AfD みたいになってるんですね。ですから、未来がこの方向へ向いてるんじゃないかと私は個人的には思っているし、それは何度も言います。今年のそのフランスや、そしてドイツの選挙なんかでもしっかり見てれば明らかになるんじゃないか。188回目の夢ラジオ。今回はドイツのための選択肢という新しいドイツの政党を取り上げました。この政党について知っておけば、フランスの動き、そしてアメリカの動き、そして世界の先進国の動きも、大体見えるんじゃないか、そう思っています。ご視聴ありがとうございました。